はい、どうも皆さん、こんばんは、アレプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ゼノモーフでプレイしていきたいと思います。はい。今日はね、このゼノモーフ使うんだけど、先月実装されたてほやほやのこのゼノモーフになんと、本日、弱体化が入ってしまったということで、今日はその説明をしながらね、実際にそれをお見せしたいなと思うんですけれども。いたーいたいた。こっち行こうかな。はい。まで、はい、このゼノモーフくん、どんな弱体化が入ったかっていうと、2点入りました。よいしょ。1つ目は、尻尾攻撃が、外れるか障害物に命中するかしたときに、クールダウン中の移動速度を毎秒 2.0m から毎秒 1.2m に変更ということで、要は尻尾攻撃ミスっちゃったときに、まあ足が遅くなるようになったと。よりね、より足が遅くなるようになったと。弱体化が入る前も失敗した時はなんかもっさり動くようになってたんだけど、で攻撃後のクールダウン中にね、それがより 2.0 から 1.2 ってよりね、はい、もっさりするようになったと。よいしょ。だからあんまり外せないですね。前以上に外した時のタイムロスがえげつねんで。はい、よ。よいしょ。だからね、分かりやすいように、今回今、あえて外してますからね。あえて外しますからね。いいよ。なんすかなんすか。いいよ。決死の一撃ないんかい。まあこれが一つ目です。でもう一つが遠隔火炎タレットの、配置ロジックを見直し、より柔軟に配置できるようにしたということで、まあ要は、まあ、生存者がより火炎タレットをいい感じに置けるようになったっつうことなんで、まあ、弱体化ですわな、ゼノモーフからしてみれば。ないよ。はい、この2点調整が入りました。この2点とも弱体化ということで。はい。尻尾攻撃の方の調整は、まあ実はこの数値PTB の時と同じなんですよ。PTB から本実装される時にゼノモーフ強化が入ったんだけど、まあその強化がまあなかったことになったみたいなもんですね。今回の調整で。はい。いいよ。だから、まあ、捉え方によっては元に戻った。うん。まあだから実質弱体化じゃないと、まあ、言い張れないこともないけれども、まあまあ普通に弱くはなってますから、間違いなく弱体化と。はい、で、火炎タレットの配置ロジックの方は、まあ具体的にどうってのが分かんないけど、まあでも火炎タレットを置きやすくなってるってことは、まあ、それだけゼノモーフの、ね、このクローラーモードを解除されやすくなってるということなんで、いいよ。よー、はい、いたいたいたね。解除されやすくなるということなんで、まあ、それも弱体化で、まあ、厄介だよねっていう。はいよー、はい、ポンポン。忙しいよ、やることいっぱいあるよ。はい、まあなんでこういう調整が入るに至ったか、まあやっぱゼノモフ強いからだろうね。まあ俺も使ってて、ここ最近実装されたキラーの中では非常に快適に使えるキラーだなと思ってました。シンギュラリティとかさね、スカルマーチャントとかナイトと比べると非常にね強いなと。まあ、ナイトもね、まあ、いろんな調整が入って今普通に十分強いキャラになったけど、実装された時はねちょっと微妙だったよね。はいよ、はい、よいしょ。まあ配置ロジックが変わったっつうけど、なんか何が変わったかよくわかんないな。変わらず発電機のそばにあるし、はい。でも思ったより早い弱体化を入れたなと思いました。はい、まあ、戦績も良かったんだろうね。やっぱり処刑率が高いからこういう調整に多分至ったと思うんだけど、はい、まあこれでも処刑率が高いようだったら、まあ、さらなる弱体化が入るだろうし、まあ、これでガクッと、ね、勝率がゼノモーフの勝率が下がれば、まあ、今度は強化をすると思うけど、まあ、これそればっかりはまあこの後どうなるか分かんないけど、まあ、でもこの挑戦は正直上手い人にはあまり関係なく、まあ、そうではない人には結構影響があるかなと個人的には思います。まあもちろんすべからくそのゼノモーフを使うすべてのキラーに影響はあるんだけど、要はその尻尾攻撃が外れるか障害物に命中した時にそのクールダウン中の移動速度が調整前より遅くなってるってことなんで、まあもう極論外さなければなんてことはねえと。むちゃくちゃ言うけどね外さなければどうということはないということなんで、ね、よいしょ。だから当てるのがうまい人はねあんまり関係ないかなっていう。まあ当てるのがうまいっつったってね100発100中なわけはないからね、全く関係ない影響がないわけではないんだけれども、まあ、外しまくる人よりかはって感じかな。はいよ、まあでも弱体化は弱体化ですけどね。はい、吊るしまーす。いやでも本当に思ったより早い調整だなって思いましたね。運営にしては早い判断だなって。それだけ猛威振るってたんだろうな。うん、僕たちはそのね戦績は分かりませんからね、処刑率がどれぐらいだとか細かいデータは分かんないけど、ね、運営はそういうのめちゃめちゃデータ持ってるからね。くー、今の当たんねえのか。よいしょ、はい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 、うん、なんか当てづらい。でも当てづらくなったとは書いてないからな調整に。いいよ、いいよ。サイレント調整が入ってるかもわからんけど、単純に俺がゼノモーフ久々だから尻尾の腕が落ちてるだけとも。よいしょ、えい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 、オッケー。よいしょ、ちょっと話変わりますけれども、フェイスキャンプができなくなるっていう調整も控えてまして、ね、今ちょっとね、キラー側は大変ですね。はい、結構前に発表されてた内容なんだけど、まあ、フックの近くにキラーがいたら、その吊るされてる人のなんかメーターが溜まってって、でそのメーターが溜まりきると、なんか、まあ、自力で脱出できるようになるっていう、ね、自力脱出みたいなね、仕様が、まあ、近々実装って言ってたんで、まあ、次回の PTB かなんかにね、多分来るんじゃないかなと思いますけれども、それもまた、人荒れしそうですね。もうしてるけどね、荒れてるけども。ね、ちょっとゼノモーフの話題からちょっと離れて申し訳ないんですけれども。ボロ体、ね、与えられた猶予デフォルト化、生存者のアクション表示、ね、そういったものがね、いっぱい追加されてて、さらに、まあ、要は解放がまあ自動でね、つくみたいなもんなんで、生存者はちょっとね、生存者はだいぶもう超人になりますね。上行った、よいしょ。はい、オッケー。いくつのパークデフォルトで持ってんだ生存者はっていうね思いますけれども、はい、ここ回してたんかな。ここで究極の武器ですよ。いないですね。どこだ？いない。あ、いた！オッケーはい、ってな感じで、いかがだったでしょうか。今日はデッドバイデイライトの、まあ、新キラー、ゼノモーフが早くも弱体化ということで、まあちょっとではあるんですけれども、まあ、弱くなってしまったっていうね、ことをね、動画にしたんですけれども、まあ先ほども言ったように、まあ尻尾攻撃をね、極論外さなければあんまり影響がないんだけれども、まあそんな人ね、試合中、一切外さないなんて人はいないと思うから、まあ全てのプレイヤーにとってはもう弱体化になるかな。まあそんな感じでございます。ちょっとね、不安な調整もね、控えてますけれども、次回の PTB 以降にね、まあ、それもどうなることやらということですね。はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。